京都北の白梅町の電子寿司行ってまいりました。だから、北の天満宮の北側ですね。突き出しがこんなもん出てきましたが、これも美味しかったんですが、これです。横輪のハラミの作り、これが美味しかったですね。ちょっとお高いですけども、大トロの部分でございます。横輪は本マグロの子供ですね。本マグロの子供でないと横輪と言わないそうです。でボタンエビの、お刺身です。これ大好物なのでございます。寿司のネタ、等々で一番好きなのはもうあのウニか、ボタンエビという感じでございまして、塩焼きにしていただきました。頭で隣の串八の串カツが頼めるのも嬉しいですね。ここ、だから隣同士並んでるんですよね。で大トロもうなんか結構品切れしていてたのですが、大トロ残っておりました。うまかったです。で大好物の生タコのレモン塩握りと、場所は、北の、白馬町のこの辺です。サインのランチがなんかいまいちだったんですけど、やっぱり夜食べに来ると、非常に美味しいですね。あの電子串カツも食べられるので、よかったです。チャンネル登録はこちらでお願いします。それではまた明日です。ありがとうございます。